はい、2023年4月2日、J3 第5節の、松本山形対ガイナーレ鳥取戦でございます。おっぱい、今おっぱいって叫んじゃいましたよ。松本負けろ。はい、今日のね、意気込みですよ、僕の。はい、今ね、クスクス笑われてるんですけど、どうですか、桜綺麗でしょ。なかなか、あ、ちょっとね、ウォーキングの方、お、見て、結構本当に綺麗でしょ、桜。今日ね、やりたいことはね、じゃあちょっとカンペで言います。女性サポにおすすめのチャントっていうのが一つ目。二つ目が、松本の選手の髪型がパーマでことごとく失敗と。で、このことについてやると。トピックスね。で、2023年の、三つ目が2023年度の J3 で松本が優勝したら丸坊主になる男の話を。したいと思います。はい。うん。そういうことでございます。あ、あとね、今年松本の、選手。まあ、選手投票ですよ。信州ダービーに向けて。期待してる選手と、長野の中で、気になる選手、気をつけたいなっていう選手をね、やりたいと思います。はい。はい、ということで、動画についての、弁明をさせていただきます、あらかじめ。キクイ選手の、に対して、おっぱいのでかい美容師を紹介してくださいっていうのをやったと思うんですけど、これ経緯があります、ちゃんと。キクイ選手って、プレーでイライラしてくると、左にトラップして流れる癖っていうのがあるんですよ。まずそれが一つ目。で、二つ目が、髪を描く癖があるんですよ。イライラしてくると。キクイ選手って。で、それってもう、相手に、今イライラしてるなってバレるわけですよね。だから、その癖を直してもらうために、あえて、キクイ選手っていう名前出したんですよ。実は、キクイ選手あるんですよ。髪を描く癖が。イライラしてくると。で、ツーブロックがあんま似合ってないんじゃないかなと思って、まあ、スラムダンクでいうミッチみたいな髪型にした方が、もっと表になるんじゃないかなっていう意味も込めて、キクイ選手をちょっといじりました。正直言いますけど。で、悪意はないです。本当に。これね、ご婦人方からすごい指摘されました。正直言うけど、マダムの人たちに。絶対悪意あるでしょ、あんたって。中にはもうそういうのやめてほしいっていうふうに言われたんですけど、僕もロケやって引くに引けなくなっちゃったんです。だから、キクイ選手に誤解ないようにお伝えしときますけど、キクイ選手に対して本当に悪意ないですから、素晴らしい選手だってことはみんなも、ね、松本のサポーターも認めていることだし、ね。僕もすごい選手だなと思ってます、本当に。悪意は本当ないです。聞く意地ってなんか面白くしてなっていう気持ちは、元ないです。ほらね、こうやって笑い声、出しちゃうあたりが、お前悪意絶対あるよなっていうふうに思われがちなんですけど、ないです、本当に。でね、ちょっと、音声データの中にもあったけど、もし仮に、キクイ選手の中でパーマにこだわってるんだったら、僕がキクイ選手の立場になった時に、おっぱいのでかい美容師のいる美容室でやってもらって失敗するんだったら諦めつくんですよ、男の心理として。これ女性わかんないかもしんないけど。ね。あなたもそうでしょ、女性の方だったら、かっこいい男性美容師にやってもらってパーマ失敗したんだったら諦めつくでしょ。同じなんですよ。そう思ったから、僕はあえてキクイ選手だとか、あと、あれだ、木山選手か、の名前出しちゃったけど、本当に悪意ないです。それだけは分かってほしいです。ということで、
よかったら音声データね、松本山雅のサポーターとの音声データ、お聞きください。はい、木山選手も、菊井選手も怪我ないように頑張ってくださいってことで。はい、ということでね、今松本のねサポーターの方に接触できたので、音声データの許可いただきました。じゃあ早速やらせていただきます。松本の選手の髪型がパーマでことごとく失敗と、木山選手が失敗にしてもうことごとく失敗してるんですよ。実は気づいてましたか？木山選手とか、まあちょっと僕ボード用意したのでちょっと見てもらえば分かるんですけど、菊井選手も実は失敗してるんです。みんな気づいてないんですけど、あ、ちょっと見てもらえば分かると思うんですけど、失敗してるんですよ。失敗するか似合わないって、ね、今日は。まあそう。ただ金髪をやったら全然おかしい。そうなんです。で、これまあ余計なお世話ですよね。余計なお世話だ、本当に。ということで、松本の選手たちがパーマで失敗続き、ほっとけないよということで、佐藤さんにおすすめの美容室あったら教えていただきたいんですけど、何かありますか？あるよな。岡谷の方なんですか、男性がやってるんだけど。じゃあちなみにちょっと甘えてもいいですかと。その美容室で、これは菊井選手のため、菊井選手のためにおっぱいのでかい美容師がいる美容室、なんですかね、それって。いやそうですか。男だけだから。ああ、ということだそうです。皆さん残念でした。ごめんね、菊井選手は役に立てなくてごめん。ということでね、以上でございます。皆さん、すいません、ご協力いただきありがとうございました。はい、ということで、今ね、松本のね、サポーターの方に、承諾いただいたので、この3つあったじゃないですか。松本の選手の髪型がパーマでことごとく失敗してるんですよ。ちょっとボードを用意しました。ね、ボード用意したんですよ。ほら、見てください。失敗してるんですよ。ことごとく。はい、木山選手あたりなんかもうひどいもんですよ。ということで、松本の選手たちがパーマで失敗続き、ほっとけない、余計なお世話ですよね。ということで、佐藤さんにもし、おすすめの美容室あったら教えてくださいということで、何かございますか？自分が行ってるとこパーマ得意って言われてたね。はい、松本行く前にやる。駅前にあるんですね。駅前にあります。はい、じゃあちょっと甘えてもいいですか？はい、はい、ということで、菊井選手のためにおっぱいのでかい美容師がいる美容室を知っていたら教えてくださいということで、おっぱいでかいんですか、そこの美容室は？女性2人いるんですけど、はい、まあ、自分が見た限り、はい、血もあー、ごめんね、菊井選手役に立てなくてごめん。あのね、これね、誤解しないで、菊井選手を恥ずかしめるために聞いてるわけじゃないからね。菊井選手そこは誤解しないで。あの、菊井選手だ、ね、俺男だから分かるのよ。おっぱいのでかい美容師にやってもらってパーマ失敗したんだったら諦めつくじゃん。諦めつくんだよね、菊井選手。あ、ちょっとヘリコプターが来ちゃったんだけど、
待とうか。ということね、ヘリコプターが行ったけど、ごめんね、役に立てなくて、本当に。ちょっと、お胸のカップ数はちょっと厳しいという情報だった。ね。ごめんね、役に立てなくて、菊井選手。ということでね、ご協力ありがとうございました。すいません。以上、現場から、腹黒いジャムおじさんがお伝えいたしました。ありがとうございます、皆さん。